JPF 合同調査チームという形で来られることによって、まあ、それぞれの NGO の持っている長所や活動地域などをワンストップで把握できるので、イニシャルとしてもその支援の調整がしやすいということと、イニシャルとジャパンプラットフォームのパートナーシップの特徴的な部分というのは、その現場の実際の活動以外の部分でも、あと日本の NGO の その人道支援の活動現場における活動環境を改善するために政府に対して合同で働きかけていったりすること、そのようなことでお互いの活動を持っている強み、リソース、ネットワークを最大限に活用してパートナーシップを組んでいるところが非常に特徴的だと思います。現在難民問題の長期化やその複合的な人道危機、世界各地で続発している状況で、新しい支援の手法やアクターの参加が求められています。より多くのアクターが JPF に参加することを通して、日本の人道支援リソースを最大限に活用できる場になることを期待しています。この15年間は信頼関係構築の歴史だと思うんですね。JPF としてまずはやることをしっかりやるという部分、そこがまず基本にあってですね、それをきっちり開示して、で企業にちゃんとそのやったことを理解してもらって、でその後にまた企業と一対一で、または経団連の 1% クラブのような場でですね、説明をする、そういうコミュニケートをする、そしてまた企業のその要望ですとか、そういったものをちゃんと理解する、そういう私はこの考え方を信頼関係構築の PDCA サイクルと呼んでるんですけども、パフォーム、ディスクローズ、コミュニケイト、アプリシエイト、この4つの段階をこの15年をかけて、ジャパンプラットフォームがどんどん進めていき、また企業側もですね、企業としてわからない部分というところを、プラットフォームの皆さんに教えていただいて、そういう信頼関係を構築してきた歴史だと思うんですね。緊急人道支援には2つあると思うんですね。自然災害と紛争、特に紛争によって影響を受けた人々に対する人道支援、ここの部分企業としてはなかなか理解が進んでいないところがあります。ぜひジャパンプラットフォームに対してはですね、企業に対してその紛争の部分に関してのそのような支援の必要性について積極的に情報提供していただきたいと思います。日本の NGO への期待も高まって、よりプロフェッショナルな活動が求められるようになってきたと思っています。そのために JPF は NGO の能力強化に大きな力を尽くすことができると思っています。緊急人道の現場は問題がより複雑化、巨大化、そして長期化しているのが現状です。ですからこれまでのように現場で活動する国連機関や NGO だけの問題ではなくなって、一人一人が関わっていかなくてはいけない問題になってきたと思っています。市民一人一人の皆さんにも JPF を通して積極的に国際協力に参加していただきたいと強く願っています。